どうも、バンです。こちら今、夜中の琵琶湖の湖岸に来ております。皆さん、琵琶湖の湖岸に夜中に行かったことありますですかね。今ね、割とちょっと風が吹いてますね。で、もしかしたら風音がねマイクに入ってしまってお聞き苦しいことになろうかと思うんですけども、ちょっとその辺はご容赦ください。で、今僕の耳に聞こえている音といえば、その風の音、そしてほんの少し波の音、そして、木のね、風で揺れる音が入ってきております。今ちょっとね風がちょっと強くなってきました。今日はですね、夜中に琵琶湖からお届けしてるわけなんですけどね、やっとの梅雨もですね、今ちょっと中休みといった感じでですね、だいぶ長いこと雨が降っていたんですけども、ちょっとここ1日2日は晴れております。晴れてるっていうか、ちょっとね、まあ、普通に雨は、まあ、中休みというか降ってない状況ですね。また2、3日したら雨が降るらしいですけれども、でそんなこんなでちょっとね、寝る前に少しだけ琵琶湖の湖岸にね、来てみました。で、今日は何の話をするかというとですね、まあ晩の近況報告といいますか、そんなことをですね今考えております。まず喉の具合なんですけども、やっぱりこれは相変わらず10分ぐらい話をするとちょっとのもう息切れしてしまいます。なので、今ね、屋外で風が強い状況ではあるんですけども、なるべく声をね張り上げない小さい声でね話をしております。まあでもおそらくこの感じだと風の音は少し入ってるでしょうけれども、バンの音がメインで聞こえてるんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、おそらくですけれどもね、なぜかというとマイクにかなり近いところで話をしてるからですね。音の大きさっていうのは距離の事情に反比例、いやいやもうそんな話はどうでもいい。今日はバンの、近況報告というところですね。だから、まあ、ちょっと喉の調子がね、悪くなってきたらちょっと小休止を挟みつつといったところではありますけれども、でね、近況報告ですね。今ねバンは買おうとしているものがありますね。動画でも何とかお伝えしたかと思うんですけども、ガーデンシュレッダーという機材を購入予定です。これどういうものかって言ったらですね、この今お届けしているこのね琵琶湖の湖畔、湖岸緑地帯ですね、こちらにある木々の手入れ、剪定、それから、場合によっちゃあの伐採ですねの下、の手入れをした樹木のですね、ゴミ出しにねずっとですねの結構手を焼いておりまして、まあ、伐採とか剪定とかってね、やるはいいんで、やるはね結構、まあ、ちょくちょく切ればいいんですけども、その後がね割と大変なんですよ。そうゴミ出しですね、の裁断して、で当市のルール、当市ってな当地区の、行政自治体ですねのルールではですね、木々とか枝のゴミ出しをするときは、長さ40センチ以内、直径5センチ以内にカットしてゴミ出ししなければいけないというルールがあるわけですね。で、まあ、もちろんそのルールにのっとってゴミ出しするんですけれども、まあまあそうは言っても大変な労力なわけですね。で、先日らよりお届けしているように、なんとかその労力をね、軽減できないかというところでね、いろいろねもう考えております。でね、ことの発端はですね、もうこの問題は
ボランティア活動、地域清掃ボランティア活動ですね、このさ、この手の作業を行うにあたって、まあ、つきものの、問題でありまして、昔はね、昔っていうかやり始めた当初はルールに従ってね、祭壇というか、40センチ以内に切って、でゴミ出ししていたんですけれども、まあ拉致が開かないと、ということでですね、で10年くらい前だったかな、ガーデンシュレッダーをね導入しました。導入して、そうですね、2、3年運用してましたね。でところがですね、やっぱりね、裁断するにもね結構労力を要します。で、電気使用量もね、かかりますんでね、もちろん無断でやってるわけじゃなくて、使用許可をいただいてですね、電気取るところからの使用許可をいただいて、で、電気料金を払ってですねやるんですけれども、それはいいとして、で、ガリ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 こう裁断を行ってました。でね、行ってはいたんですけれども、ちょっとね事情が変わりましたね。事情が変わってですね、くぼ地っていうのはこうね、河川敷にある一箇所にねちょっとねくぼ地があるんですよ。そのくぼ地をね利用する目処が立ったんですね。で、行政と相談の上ですね、ゴミ減量化ですね、かなりちょっと風が強くなってきましたけども、ご了承ください。三脚が倒れるな、これえらこっちゃ。もう音声の具合がですね、ちょっと、おそらくお届けできない状況になろうかと思うんですけど、ちょっと一旦カット。はい、どうもです。ちょっと割と風がね、退避できる場所にやってまいりました。でどこまで話したっけ、あ、そうそう、でくぼ地が見つかったと、適当なくぼ地が見つかったわけですね。状況の変化に、周辺の、ね、環境っていうか状況の変化によってね、くぼ地を使用できる、目処が立ったんで行政に相談いたしましてですね、でそうだ、やっぱり行政にとってはね、ごみ減量化を推進している以上はですね、河川敷の清掃ボランティア活動で出る剪定くずの処分をですね、河川敷の一角のくぼ地に埋設する、許可をね、取りました。で、そこにね埋設しておりましたですね。何年ぐらいやってたかな、これをね5年ぐらいやってましたですね。でところがですね、まだ5年もないかな、4年ぐらいかな、やってたんですけど、また状況の変化、周辺の、環境というか状況の変化が起きましてですね、そこのくぼ地に、埋設処理することができなくなりましてですね、でそれに加えてさらに、それまで埋設処理してきた、枝をですね回収するというところまでちょっとやらないといけないことになりまして、1年ぐらい前だったかな、の住民総出で、回収してですね、土になった分は、元に、河川敷の土になったんですけども、枝とかの類ですね、総量にしておそらくゴミ袋1000袋ぐらいはいったんじゃないかな、1000袋ですよ、ゴミ出し完了いたしました。で、くぼ地に埋設処理ができなくなったという状況にまた元に戻ったんで、でまたガーデンシュレッダーの、ね、導入を検討しているわけですね。でまた同じような段取りで電気使用許可、電気が取れるところからの施設からの、ね、電気使用許可を取って、で今またそのガーデンシュレッダーの導入を考えているといったところですね。そんな近況というか、よた話に付き合っていただきまして、本当に恐縮なんですけれどもね。でね、ガーデンシュレッダーどれを買おうかななんてね、いろいろ、計画をしておりまして、で、あ、これいいかなって思って、で、目星をつけていたと言った機種があったんですけれども、
なんとですね、最近見たところによりますと、電気使用許可が下りたにもかかわらずですね、電気使用許可の申請前は売り切れていなかったんですけども、現在売り切れ中というとこですね。いやー、まあ、いったなと。せっかくいい機種を見つけたのに。ちなみにその機種はですね、ミナトワークスという国内メーカーが製造するガーデンシュレッダーで、ギア式、それから、カッター式、2種類の製品が出ていたんですけども、両方ともね、これが両方とも品切れなんですね。いや、参りました。で、これまた最近の番の動画で、お伝えしている通りではあるんですけれども、またしても風が強くなってきて、ウォーブォーという、の音になってしまっておりました。大変恐縮ではありますけれども、お聞き苦しい点をご了承ください。でね、そう、ミナトワークスのガーデンシュレッダー、当初はねカッター式を購入しようとしておりました。そっちの方がまあ安くて、で以前使っていたのがカッター式っていうところでね、実績もあったんでそれにしようとしてたんですけども、ところがですね、ちょっと前の動画でも言いました通り、詐欺サイトで2割引きで売ってたのでですね、おっと思って騙されかけたというのがですね、このガーデンシュレッダーなわけですね。ミナトワークスのガーデンシュレッダーなわけです。で結局ね、のちょっと試しにね、ステアカウントを使ってですね、その詐欺アカウントのところにね、あのね、メール打ち込んでみました。そうしたらですね、ご購入ありがとうございましたとか言ってね、追って、このメールは自動送信メールですとか言ってね、まずは一発でメールが来るんですよ。で何時間か、半日ぐらいしか、半日もしてないかな、何時間かして、メールが送信されてきましてですね、振込先がね、銀行振込だけで書いてありました。これね、本当はまあ、人種差別とか国境とかね、国とかの問題はあるんですけども、もうこれ事実のみをねお伝えします。っぽい、お名前の方でした。銀行振込先ね、でまあなんかそんな名前でしたわ。別にの差別とかね、そんな意図はないんですけども、事実あったことのみをですね、お伝えしている状況です。でね、なるほど、いや、まあ、なるほどって言ったらまた語弊がありますね。ふーんって感じですね。で、まあ、当然振り込まないわけですね。そうしたらですね、翌日かな、またメール来ました。どんなメールが来たかと言いますとですね、お客様の、銀行振込の、確認が取れておりません。大至急お振込いただきたく存じます。商品の発送の目では立ってますとかで、ね、よくまあそんな抜け抜けと嘘を申せたなぁと言ったところですね。ありもしない電話番号で、そのようなねことをよく抜け抜けと申せるなぁと思いました。で、まあ、無視を決め込んでいたらですね、さらに半日ぐらい経ったらですね、またメール来たんですよ。もう、なんて書いてあったかと、これまたね、傑作で、大変申し訳ありません。お手続きの、振込先、お手続きの、の振込先が間違っておりましたとか言って、詳しくは追って連絡いたしますんで少々お待ちください。またメール起こすんかい、もうええっちゅうのとかってね。ただね、詐欺サイト動画ちょっと前に上げましたけどもね、そのリンクを送ってやろうかとも思いましたけど、あんまりね刺激するとちょっとね、怖いんで、まあ、そこまではまあやらないかなと。だから皆さんに注意喚起というところのこの近況報告の動画ではありますけれどもね。
で、ガーデンシュレッダーの問題ですね。で、結局のところですね、カッター式、ギア式という2種類のガーデンシュレッダーの方式があるんですけども、いろいろ調べていたところですね、ちょっと値は張るんですけども、ギア式の方がトラブル少なく運用できるかなというふうに思いましたんで、ちょっとね、予算がちょっとね、当初の予算が2万円弱だったんですけど、3万1000円ほどになるんですよね。そうするとね、今年度の予算がね、ちょっとどうしたところかなといったところですね。ちなみにこれね、税金で買わせていただいております。投資の予算ですね、税金投入されているお金で買わせていただいておりますので、僕のポケットマネーではないです。あくまでもね、こういう公共の場所をメンテナンスするというところで、税金が投入されておりますんでね、ちなみにその税金なんですけれども、これは公文書公開請求とかしたらちゃんと分かることなんでね、別に隠すようなことでもないんですけども、補助金っていう名目じゃないんですよ。報奨金っていう名目で、使途、使い道はですね、自由となっております。だから場合によっちゃメンバーの報奨金、つまりお給料ですね、というふうな形にしてもいいんですけどもね、そんな余裕も当団体にはなくてですね、でもちろん支給を受けている、報奨金すべてを、ガソリン代であるとか、芝刈り機のガソリンであるとか代であるとか、買えばの費用であるとか、こういうガーデンシュレッダーのね費用であるとか電気代とかに、当てていると。あと文具とかね、コピー用紙とかもそれで買わせていただいております。団体運営をねする以上必要になってきますんでね、とそんなこんなで、運用していると、税金の使い道としてですね、高岩緑地帯の、メンテナンスのね、受け負っている団体の代表として、そんなこんなで、近況報告をさせていただきました。取り留めのない、真っ黒系の、ほぼ真っ黒系のね動画で大変失礼いたしました。ご視聴いただきありがとうございます。ではでは。